行きたい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 現場さんの壊れたぞ NS の鉄道祭りに行きたいんだってさみんなで行こうすぐ行こう今年行くのは代表だけだぞなんで連れて行ってくれないんですかゾロゾロ行っても邪魔なだけじゃんじゃあせめてうちだけでも交通費自腹だけどいいの行ってらっしゃいあなたの熱意はそんなもんだったんですかJR 東日本をご利用いただきまして誠に飽きたまだ現地にもたどり着いてないですよまもなくクキクキお出口はどこかです実際の工場はクキ駅からだいぶ離れていますが駅西口から無料のシャトルバスが出ています45分前だし余裕っしょこれしか並んでないし結果はもちろん第3便すでにもうそば謝ってるじゃねえかわあ NS の陶器がたくさんそれは NS の工場ですからね結構混んでいるみたいだな僕のような信号機ファンや純粋な鉄道ファンももちろん家族連れが割と多い印象でした光ってはいないんですねとまあこんな交差点なんですが、ここにはあえちょっと待ってえ改めてここにはフード付きの低コストがいますよく見るとカメラがついてるなあまりにもたくさん機械がありますねこれはカメラじゃない残りは従来の低コストと黒塗装のフラット型低コストが同居していましたよりどりみどりの見本市試験設置も兼ねていたんだろうな画像ですが、テントだとつまらないですねスタッフさんに頼めばよかったじゃないですか無理でしょコミュ障だしなそういう問題じゃなくて暑い暑いな暑いね大小さい低コストがもっと小さく見えます六角ほどもあるんだな仲悪いみたいですけどねこっちも光らないんですね一応光らせることができそうな押しボタンとかはありましたが押してもダメでした連打してませんよねできるわけないでしょほら中のこれはカメラじゃないそんですんごい近くにフラット低コストがいます前色レンズが違うんだなまあなんかの試験かもしれないですねにしても見た目がポイントの低コストと同じですね個人的には NS の方が好きですで当たり前のようにここも支店とだと思うじゃないですかこれ見てくださいよあれねこれは実際はなんか反射しているだけだったみたいですそれでは皆様お待ちかね名盤コーナーのお時間です誰も待ってないといっても高速道路用です不審車で映り込んでるぞ110番レンズも撮影しましたががっつり記念写真しておりますそれにしても近くで見るとでかいですね私は不審者が気になって仕方ないんだがというわけで名盤コーナーに行きたいんですが名盤どこですか多分この後ろの人に隠れているんだと思いますここが大本命と言っても過言ではないですきっとミカの隠れ家だここまで状態いいのさすが展示品だな丁寧にメンテナンスされてるんですね昭和57年神奈川でも54年東京でも55年が最終設置と思われるのにあそうそうお子さんたちは角型より低コストとこのボタンに興味を示していました角型のところにはマニアが集まるのか僕含めめっちゃ写真撮ってましたねというわけで動画日頃の行いです気を取り直してもうワンテイク今度はピント合ってますさぞ綺麗な黄色をしてるんだろうなそっちが変わるんかいさて、皆さんはどのくらい古い制御機を撮影されましたか制御機は共有されないため、当機より更新頻度が早いのですだがここにあるのは展示品つまりやりたい放題ってわけですねということはこの制御機は昭和35年、32年前今まで紹介
会した中で一番古い？いやいや忘れちゃいけませんよ。茅ヶ崎にはもっと古いものがいましたからね。これは反則だろ。パーキングメーターです。 NSR パーキングメーターも作っているんですね。波動してるやつもあるみたいだな。動かしたのか？それはまあ無理ですね。いいな、やっぱうちも行きたかったな。自腹で行ってきてください。なんで？というわけで今回は NS 鉄道祭り2023に参加してきたレポートをお送りいたしました。ですか？おそらく来年も開催されると思うので、皆様もぜひ顔を出してみてはいかがでしょうか。いい加減 NS に怒られるぞ。